めちゃ踊るやん。やっと来ちゃいましたよ。ついに僕がアイカツをする時が。はい、ってことでね、今回はアイカツマイナンバーワンステージをねやっていきたいと思います。じゃあ早速やっていくんですけど、これ中古で買ってるんで、もちろんね2つとも僕のデータじゃありません。まあたまにはね最初から始めるんじゃなくてね、残ってるデータでね遊ぶのもいいかもしれませんね。じゃあさやかのやつやっていきます。といっても何すればいいんだこれ。まあ大体がこうなった時フリープレイやるよね。迷った時はフリープレイだ。うわ、いっぱいある。お、ダイヤモンドハッピーある。俺ダイヤモンドハッピーめっちゃ大好きなんですよね。難しさも選べますね。星4で行こう。3ユニット設定で、あ、ユニットも自由に選べれるんだ。めっちゃいいじゃん。最高のチームができました。僕が大好きなキャラクター全員揃いましたね。うわ懐かしい。そう、こんな感じなんだよね。アイカツもう今は確かこんな感じじゃないよね。やっぱ初代アイカツ最強だわ。ダイヤモンドハッピー、うわめっちゃいい。泣いちゃいそう。あ、やべ。難しいのも結構簡単っすね。間違えたけど俺。絶対これタッチペンの音めっちゃ聞こえるっしょ。仕方ないよね、タッチしないといけないから。ベリーグッド、やった。俺うまい方じゃない。あ、うまくないわ。サイコン達人や点数は絶対間違えない。こんな感じがする。点検だけど。終わりました。残念。むずくね？ドラマって何だろう。ちょっと気になる。やってみよう。新チョコレート事件。それは大事件だね。あ、みくるちゃんも結構好きなんだよね。じゃあこれでいこう。なんか飛ばせない。飛ばしていいとこなのに。わかる？俺だけかな。スタート。レベルアップ。チョコチョコ。レベルアップ。スペシャルアピール。レベルアップ。私がチョコポップ探偵だ。食べるんだ。今お茶を。あ、やばい。聞い取られてた。タイミングよくボタンを押して。セクシーブラッシュ。なるほど。あ、やべ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 。よーし、操作開始。残念って言われたくないからね。頑張ります。集中します。俺全然セクシーじゃないけど。犯人はあなただ。俺？やめてよ、疑わないでよ。俺多分捕まるわ。何もしてないのに。人いすぎだろ。
依頼か。チョコボンプ探偵出動。残念。むずすぎだろ。じゃあフリープレイはここまでにしましょうか。でなんとですね、このゲーム実は未だに大人気なんですよね。でなんで人気かっていうと、今のアイカツと昔のアイカツって全然ゲームのやり方が違うんですよね。だからね、やっぱ昔のアイカツがねやりたくなる人もいるんですよ。だからね、今でもねこの 3DS のゲームでね遊んでる人がいるんですよね。これがアイカツのやり方か。これがお前らのやり方か。じゃあ次はアイカラやってみましょうか。なんだろうアイカラって、アミュンでも出てくるのかな。アイドル活動、ダイヤ、新チョコレートハッピー、プレシャス、永遠、ラブリーボム、アイドル活動、ダイヤ、なに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 、ちょっとダイヤモンドハッピー押してみよう。ちょっと待って、これカラオケじゃないよね。ちょっと待って、ジョイサウンドの存在感めちゃくちゃ強いんだけど。絶対これカラオケじゃん。ちょっと流してみよう。スタート。 3DS で歌いたくないよね。絶対音痴になるじゃん。だってマイクじゃないもん。なんかロボットみたいな声になっちゃうよね。あ、やっぱカラオケだ。え、すげえ。ちょっと歌ってみたいけど、ちょっと歌いたくない自分がいる。だって自信持て、あ、逃げちゃダメって言われた。やるしかないかな。え、チャンス？歌うしかない？歌いたくない。ダイヤモンドハッピーは高いでしょ。アイドル活動だらね、まだ歌えるから。じゃあスタート。うわ、めっちゃ緊張する。ちょっとだけしか歌わないですからね。ちょっとだけしか。ちょっとアカペラで歌おう。アカペラで。さあ栄光光る未来へ、ほら夢を連れてボイトレしに行こう。